卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。え今回は小学6年生、中学3年生、高校3年生、大学4年生、院生、他の立場の方、ねわかりませんが、えいろんな卒業を迎える方が私のチャンネルはね見てくださっていますので、えちょっとどの学年にねこうメインで話をするかってところは難しいんですけれど、え卒業する皆さんに私から。 思いを伝えたいと思って久々にこうスーツを着まして着れましたよかった危なかった <laughs> スーツを着てちょっとこのような形で動画を撮らせてもらおうと思います少しお時間をいただく形になりますがよかったらちょっと私の思いを受け取ってもらえたら嬉しいですじゃ最後までよろしくお願いいたしますで普段のこの卒業式の、ね、雰囲気を出したくて、まあ、祝辞みたいな感じでね喋っていこうと思うんですけどただ 例えばね、私が自分の卒業式の時に、来賓の方が喋っていただく、君たちの未来は明るいみたいな <laughs> のはちょっとね、喋れないですね。私は当時ですね、そういう祝辞をされる方がいらっしゃって、皆さんの未来をね、明るいことを願っておりますみたいな。まあそれは願ってるんですけど、でも、みんなの未来は明るいんだよって言われた時に、ちょっとひねくれてたんですね。あの、 いや、全員が全員明るくはなんねえだろう。みたいなのをちょっと思ってた。タイプなのでまあそういったね。こうポジティブだらけの言葉っていうのをちょっと届けられるタイプではないんですけれど、ただこう。私がねみんなにこう伝えたい思いとしては、世の中に絶対はないよ。っていう話を今回伝えたいなと思っています。まあみんなもね。もちろんそれは実感してると思います。絶対なんて言葉ほぼほぼないですよね。 絶対幸せになりますすななななかなか難しいいですねそうなれない方、まあ幸せのね定義がみんな違うから幸せだよって感じながら生きていける方っていうのはこれを見てくれてる方の何パーセントいるかっていう100ではないねできれば100に近い9十八8 9 7っていう方がそうなって生きていてほしいですけど、まあ、私がねふだ接していく中で。 なかなかそうね思って生きてらっしゃる方っていうのはそこまでのパーセンテージは見ないのでみんながみんなそうなれるわけではないと思っています。ただですねこの絶対はないいいっっててう言葉をひっくり返して欲しいんですだから分かんないこれみんなではないけどうちのこのねチャンネルの動画を見てくれてる方の中には結構メンタルがうーんしんどかったりとか。 こう気持ちがなかなかね、前向きになれない方っていうのも、結構多くいらっしゃいます。そういった方の相談にも答えるような動画だったりとか、まあ、ボイシーのね、活動もやってきたので。そういった方もいらっしゃると思うんですね。その中で。自分は絶対幸せになれないって。うん、今、こうで学校生活だったりとか、日常生活がすごくしんどくて。まあ、自分もそうだっただけど、トンネルの中に。 真っ暗ななトンネルの中にいるようう気がしてしてまうんですよ。で、これが一生続く気がするそう本当にね本当に先が見えないんだよ、ね、みんなが自分の将来を考えた時に幸せになってる未来が見えないって思う方はまだ多いかもしれないでも忘れないでほしい確かに絶対みんなが幸せになれるっていう保証はないでも 絶対幸せになれななれいいいという保証もないよいいみんなが幸せになれる確率は0%じゃないみんなが 1%2% はまだ少ない可能性かもしれないもしかしたらでも0%じゃないそれをぜひ覚えててください自分も中学の時に、まあ、いじめで苦しんでた時生きて自分がね 生きる意味ががわからなくなくってた時がありましたしかもそれが結構長いこと続いてしまって大学生になるぐらいまで自分が何のために生きてるのかよくわからなくて、うん、自分が大人になったって社会の誰の役にも立てないしって思って本当に過ごしてて、うん、なかなかねそれが長い期間続いてしまったんですけどでも自分がやりたいことが見つかって自分は教育っていう場所だったんです。 それがまあ高校の恩師がきっかけでその道に進んででも道に進んだからってすぐは見つかんないんだよ自分の生きる意味だったりとか自分の価値なんて分からなかったでも一つずつ努力をしてできることを増やしてでいろんな人からいろんな刺激を受けてでちょっとずつ成長していってるでその時は成長してることなんて全然感じないんだよもしかしたらみんなもそうかもしんない何かを努力してるんだけども全然前に進めてる気がしないと思うかもしんないでもね 前に進めててななないいんんことはないんだよ1年とかちょっと長いスパンかかっちゃうけど1年とか2年5年って経った時に振り返ってみあ意外と成長してんだなって変わってんだなでもしかしたらさ中学生とか高校生のみんなはさ受験勉強っていう長い期間の戦いを戦ってきたじゃんかもちろん結果がさ思い通りいかなかった方もいるかもしれないでもさ成長したと思わん成長ゼロか そんななことないでしょできることが増えてですっごいこういろんなことに葛藤してさその葛藤と向き合ってきたわけじゃん結果が伴ってないとさどうしてもさ無駄だったなんて思うかもしれないいやそんなことねえから1年前2年前3年前の自分と比べてみそん時より前に進めてない方なんていないからねだからこれからみんながさ新しい場所に行って新しい中学高校大学、まあ、社会ね会社って。 新しい場所に行ってからまたきっとねちゃんとまた再スタートとかスタート切るじゃんかでなかなか最初うまくいかないなんていう方もいるかもしれないけどでも毎日できることなんて多くない多くないけどでもちょっとずつでも何かを頑張って努力をしてる人は絶対前に進めてんだってでそのそれがね毎日ちょっとの一歩なんだよ一歩二歩しか進んでないんだよでもそれがさ100日1年 2年ってたつとあの頃想像もできなかった景色の場所にたどり着けるんだってでその時にきっとみんなができることが増えて自分に対する思いとか評価も変わって自分らしく生きるように生きられるようになっていくその先がきっとみんなにとっての幸せっていうヒントその一歩に近づけてるんだと思います。私は ありがたいことにそしてみんなのおかげで今すごく幸せですあの頃中学の頃とか高校の頃には想像できなかったような未来に今いさせてもらってますただ俺もこの先の未来でどうなるかなんて正直わからないです幸せでいられるかもわからないしもしかしたら長く生きられるかもわからないですみんなの2倍ぐらいも生きてる人間だからねわからないでも今日こうやってみんなに動画を届けられることこうやって喋ることができることそこに感謝をしてで もうさ思いの出し惜しみをせずにうわーって伝えてきっとみ受け取ってくれてるみんながいるそれがすごく幸せだからそれが今俺のやりたいことだからだからそれをこれからもまあ2024年もまあね続けていってでそれが形が変わっていくかもしれないけれどいいんだよ思いなんててて変わってったってだからみんなも今自分の興味だったりやりたいことっていうのがそれが将来つながるかなんてわからないもしかしたら半年後にはその興味がなくなってるかもしれないいいじゃん 興興味味ががなくなくっっっててているっていうこことは何かの興味のアップデートが起こってんだよもっと上のねもっと興味持てることに出会ってるそのアップデートを繰り返していったらきっとみんながこれだなって私の人生で大事にするのはこれだなって思うものに見つかっていけるのでなのでみんなのその思いっていうのを自分の中に抱いてる興味だったり関心だったりやってみてえなっていう思いだったりっていうのを大事にしてください。でそれを育育んんでいく育てていくくててにはみんな自身が 前に進めるんだって自分はできることが増えていくんだっていうそこの実感というかそれがすごく大事自分なんて努力したって無駄だな,なんて思ったら前に進めなくなっちゃういいこの動画を見てくれてるみんな努力をして前に進めないなんて人は一人もいないから一人もいないなのでこの先みんなの人生がねいろいろあると思う紆余曲折あると思うんだわあると思うんだけどもその先、ね、先に進んでった先で振り返った時に あんな日もあったなって、あん時悩んでたなって思う日もあると思う。でもそれを笑って振り返られたらそれでいいじゃん、いいじゃんね。だから一人でも多くのみんなが自分らしく歩んでいって、そしてすぐではないだろうけど幸せになってくれることを心から願っています。えー、この先ね、あのみんながうちのねチャンネルを見てくれるかどうかわからないですけれども、あのまあもね見てくれると願ってますけれども、でももしかしたら こう勉強ね勉強動画がメインだからさ、まあ、そこを見なくなる方も多いと思うので、えー、ここであのお別れというかになってしまう方もいるかもしれないので私の全力でみんなの幸せを願っているという思いを届けたくてこの動画を撮らせてもらいました。はいということで改めてになりますが皆さんご卒業おめでとうございます。えー、重ねてににななしま,いますがが、えー、みんなが少しでも多くの笑顔にあふれた人生を 歩んでいけることを心から願って祝辞とさせていただきますはいということで今週もここまでご視聴いただきありがとうございましたまた来週普通の格好で <laughs> 動画を撮っていきますのでよかったらそちらもぜひ見てみてくださいそれじゃあ今週1週間もそしてみんなのこの先の人生もお互い頑張っていきましょうそれじゃあまたねバイバイ